テルミドールのクーデター。テルミドールの9日のクーデターとは、1794年7月27日、フランス革命歴2年テルミドール9日に起きた、フランス革命時における、ジャコバン派独裁に対立する勢力によるクーデターで、ある。これにより、マクシュミリアンド・ベスピエールとその同志である、ルイ・アントワーヌド・サンイコール・ジュスト、ジョルジュ・クートン、フィリップイコール・フランスワイコール、ジョゼフル・バ、 ラが出却し、ある者は処刑され、ある者は自殺した。テルミドール9日の反動とも呼ばれる。テルミドールとは、革命時制定されたフランス革命歴で、熱月を意味する。この事件により、実質的に一連のフランス革命は終焉したとされ、市民革命は終わりを告げた。また、革命歴は後に、ナポレオン・ボナッパルトにより廃止された。 ジャコバン派が1793年から1794年にかけてフランス内外の戦乱を収集した後国民は恐怖政治に嫌気がさすようになっていた94年春にエベール派とダントン派が粛清されるとジャコバン派の一部は国民公会の中間派と密に協力してロベスピエールを打倒しようとしたまた恐怖政治の先方として パリ以上に行き過ぎた弾圧を行っていた地方派遣議員、ジョゼフ・フーシェ、ポール・バラス、ジャンイコール・ランウェール・タリアンダは、ロベスピエールの追及を恐れて、先制攻撃を格索していた。一方、恐怖政治の中心だった公安委員会も、ロベスピエール派、ロベスピエール、サンインジュスト、クートン、戦乱収集により、勢力を拡大した穏健派、ラザール・カルノーなどと、 恐怖政治のさらなる強化を主張する強硬派に分裂していた。それに嫌気がさしたのか、ロベスピエールは6月半ばから7月26日まで、公の席にほとんど姿を見せなかった。その間にも反対派の陰謀は進行していた。7月22日には対立関係にあった公安委員会及び保安委員会による合同会議が開かれたが、ロベスピエールはもはや、 サンイコール、ジュストの忠告にも耳を貸さなくなっていた。7月26日、テルミドール8日、国民公会でロベスピエールは、サンイコールジュストらに計らないまま、粛清されなければならない議員がいると演説をした。議員たちはその名前を言うように要求したが、ロベスピエールは拒否。攻撃の対象が誰なのかわからない以上、すべての議員が震え上がった。 反対派たちの結束はこれで決定的なものとなった。その晩、ロベスピエールはジャコバンクラブで演説し、諸君が今聞いた演説は私の最後の遺言であると発言した。彼は翌日の悲劇を予感していたのかもしれない。翌7月27日、テルミドール9日午前11時、ロベスピエールらは国民公会に臨んだ。正午頃、 サンイコールジュストが、自分は特定の党派など関係ないし、党派争いを望まない。とロベスピエール用語の演説を始めると、突如タリアンが、昨日同じようにここを起き取っていた奴がいたはずだ。暗幕を切り裂け、暗幕に隠されたロベスピエール派の結託を明らかに、せよ。と矢じり、サンイコール、ジュストの演説を打ち切らせた。さらに、 議長のコローデルボワは繰り返し発言を求める。ロベスピエールらの発言を阻止。議場から、暴君を倒せと、ヤジュが飛ぶ中、タリアンはロベスピエール派の逮捕を要求した。午後3時、ルーシェが逮捕について、採決を求めると、ロベスピエール派の擁護の声は反対派の怒号に、書き消され、全会一致で、ロベスピエール、クートン、サインイコールジュスト、ルバ、 ロベスピエールの弟のオーギュスタンのプロスクリプティオが決議された。その後、パリ市のコミューンが放棄し、その隙にロベスピエールらはパリ市庁舎に逃げ込む。市庁舎にはロベスピエールを守るべく、パリ市国民軍司令官、フランソワ・アンリを率いる200人の国民兵と3500人の群衆が集結してきたが、独裁者と呼ばれたくないロベスピエールに、彼らの戦闘に立つ気はなかった。 なお、この時アンディオは、泥酔状態だったという。この間に、国民公会は、ロベスピエールらコミューンに従う者を、法の外に置くことを決定した。深夜になって、国民衛兵は引き上げ、国民公会が派遣した、ポール・バラス率いる軍隊はやすやすと死者を占領した。ルバは、ピストル自殺し、ロベスピエールも自殺を図るが失敗して、顎に重傷を負い、逮捕された。 後に順序に昇進したシャルル・アンドレ・メルダは、自らが顎を打ち砕いたと主張ている。その後、ロベスピエールらは、コンシェル・ジュリー・ロー国に連行されて短い最後の夜を過ごした。翌7月28日、かつて、ロベスピエールの指示に従って反対派を断頭台に送り込んでいた、革命裁判所の裁判長、アントワール・フーキエイコール・タンビルは、ロベスピエールらに、 死刑判決を下した。午後6時、ロベスピエール兄弟、サンジュスト、アンリオラ22人は革命広場でギロチンにより処刑された。翌日には70人のコミューンのメンバーが処刑され、その翌日には12人が同じ罪状で処刑された。さらに、ジャンバティスト・カリエや風エイコール・タンビルラ・ジャコバン派の生き残りは同年から翌年にかけて次々に逮捕され、 死刑に処せられた。クーデターに加わっていた、病イコール、バレンドや、コローデルボアも、公安委員として、恐怖政治を推進した責任を問われ、ギアナエル罪となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。